広島テレビの小山と申します。先ほどの J アラートの訓練についてなんですけれども、まあ、今回各地で設定ミスとか不具合があったわけですが、はいはい、今後国が、再訓練とかしたいとかいうような要請とかがあるのかどうかということと、もしそういう要請があった場合は、検討してどういう対応されるかを国会できたらなと思います。再訓練があればそれは当然に対応するということになりますけれども、現時点で、国が再度の訓練をするという動きは聞いておりません。でこの設定等はですね、必ずしもこういう訓練という形ではなくても確認ができますので、随時それは行っていいと思います。ありがとうございました。テレビ新広島田中です。北朝鮮に絡んでですね、先日のその J アラートの訓練について県内、まあ、先ほどの発言もありましたけれども、相対的に知事が、受けた印象というかですね、訓練の結果についてですね、評価をしたいと思います。今回はですね、この情報伝達訓練でありますので、J アラートを起点として、このそれぞれの住民の皆様へのこの自動伝達の仕組みが流れていくかということですね。そういう意味では十分に確認ができて、それは不具合があったと、でそれの原因が設定誤りであったということも含めて、確認ができたので、それは現段階で良かったというふうに思っています。で問題はこれから場合によっては長丁場になる可能性もあるので、そういった中で、さまざまな例えば危機を告発みたいなのもあるかもしれませんし、何かこう変更があるかもしれませんけれども、そういった時にきちんとやはり設定等をですね、間違えないようにしっかりと対応していくっていうことだと思います。まあ一部設定余りの他にもですね、接続不良とかですね、そのことがあったりしたんですけど、そういったことがこれからの補修の中で起きないように対応するということですね。それが必要だと思います。すみません、じゃあ続いて会社もう一つの会社説明をお願いします。広島土砂災害からですね、20日で3年、迎えました。被災地での、知事、追悼式に出席されてですね、改めて今のお気持ち、災害時ゼロへの決意というものをお聞かせください。また土砂災害を契機にですね、特別警戒区域、等のですね、指定作業が加速しておりますけれども、それに伴い指定区域を拡大しています。時間雨量が100ミリを超すようなゲリラ豪雨などが全国で相次ぐ中でですね、被害も多発しています。県内全域を見渡した際のハード対策の現状と課題、今後の見通しについてお聞かせください。はい、8月20日には追悼式を行いまして、その中で、ご遺族の、お話もいただきました。そういう形を含めて直接、ご遺族の方々の心中に、触れることになったわけですけれども、改めて、皆様の心に残った傷というのは非常に大きいものがあるということを、こういった被害を再び発生をさせることがないように、これまで以上に減災に取り組んでいかなければいけないということを強く感じたところであります。でこの減災に取り組むという観点からは、この県民総組運動を進めているわけですけれども、いち早く危険を察知をして、そして、早期に避難するということも含めて、身を守る、行動、こういったことを県民の皆様に、図っていただけるように、進めているわけでありますが、この県民総組運動をですね、さらに教育に推進をしていかなければいけないと。ているところであります。で対策についてはですね、まずハード面でいきますと、
土砂災害検挙数が全国で最も多いというのはご承知の通りでありまして、サポダムであるとか、あるいは中継車の、崩壊防止施設、あるいは地産 の施設ですね、さまざま積極的に取り組んでいますけれども、まあ、整備全体にはこれは非常に大きな費用と、それからどうしても長い時間をするというもので、ありまして、現状では整備率は約3割にとどまっているというところであります。で、これについては広島サボアクションプラン2016というものを策定をしてありますので、それに基づきまして、この優先順位をつけて、整備を進めているというところで、この地域の防災拠点であるとか、あるいは大規模避難所、これ大体避難施設がないような大規模避難所、あるいは住宅密集地といったようなところですね、こういったところを優先して整備をしているところであります。で、ハード対策は今のように一定の限界もあるというところからですね、ソフトウェアからの対策が非常に重要でありまして、今ご指摘がありましたような土砂災害警戒区域の指定、これを今加速化して進めているところでありますし、この土砂災害危険度情報というのが雨が降ったりですね出るわけですけれども、それをプッシュ配信をしたり、あるいは地上デジタルポストを活用したこの土砂災害危険度の情報発信といったような情報の伝達の対応にも取り組んでいるところであります。河川も課題でありまして、これまでも計画的に河川改修であるとかダム建設を進めているところですけれども、やはり河川もこの総延長非常に長いということもあって、長い時間を要します。で、こちらについても広島川づくり実施計画2016というのを作りまして、災害時の避難所であるとか事業施設ではないかどうか、あるいは氾濫区域内の保護すべき対象ですね、人口であるとか、あるいは資産等を評価して、優先度を高いところから事業を進めているという状況であります。これも同様にソフト対策が重要ですので、市長の水防活動とか住民の警戒避難等に役立つ防災情報を提供していこうということで、水位計であるとか監視カメラを設置をしたり、あるいは洪水予想想定区域の作成等ですね、こういったことに取り組んでいるというところであります。で、いずれにしても国や各市町と連携をしまして、まずは広島市の被災地についてはこの給付を一日も早く進めていくということと、それから全体として災害自然に向けてハードソフト一体となった防災検査対策を進めていくということで、災害に強い広島県の実現を目指していきたいというところです。この件に関して質問のある者はお願いします。NHK の旗です。高校生の平和大使が軍縮会議でのスピーチができなくなったということを受けて、知事はどう思われるか教えていただければと思います。はい、今回スピーチをできなかった理由というのは聞いていないので、なんとも言えないところですけれども、事実として、従来できていたことができなかったというのは残念だったろうなというふうに思っています。出発前に平和大使の一人というか本人をして機会があって、こういうことを伝えていきたいという意気込んで行かれていましたので、それが叶わなかったというのはですね、本当に残念だったろうなというふうに思っています。日本政府に対してもっと
やることができたんだねとかいう、まあ、そこはですね、そのなぜできなかったのかっていうところの理由がちょっと明らかになっていないので、何とも言えないところですけども、まあ、従来できていないということもありです。まあ、なかなか、対応ね、していただければ